皆様、2億5年、2億年後の自分がどうなっているか、ご想像ができるでしょうか。皆さん、藤井葵です。今日は2億年後診断というゲームをします。皆様、2億5年、2億年後の自分がどうなっているか、ご想像ができるでしょうか。葵はできます。ということで本日はこちら、2億年後診断。イエーイ。じゃあ始めます。富士ちゃん、ピコン。2000X年、火山の大噴火により目が変動。日本列島は太平洋に浮かぶ孤島となった。それから2億年が月海と遮断された島で日本国民は多種多様な進化を遂げた。2億年後の日本、果たしてあなたはどんな姿になっているのだろう。スキップ。あ、診断する。よいしょよいしょ。生物は女。それそれ。バレンタインデー、学校で何をする？みんなにチョコを配り、本命だけに差をつける。友達お世話になったよ。うーん、葵はまだ本命の人にあげたことがないので、お世話になった人にだけチョコを渡します。遅い。今日は気になる男性の誕生日です。サプライズプレゼント、お祝いメール、心の中でこれ、葵はこれだな。それい。明日は何の予定もない休日。美容院やネイルサロンはおしゃれ。友達に明日暇？一日中寝ていたい。一日中寝ていたい。人前で派手に転んでストッキングまで破れた。通りすがりのイケメンに助けてもらいたい。予備のストッキングがあるので問題ない。気にしてないふりをしてトイレに行って泣く。予備のストッキング2杯があります。旅行に行くなら、ご飯が美味しい国、南国リゾート、近場の温泉。葵は温泉かご飯がいいな。どっちかな。ご飯。それじゃんじゃじゃーん。何これ、じゃんじゃじゃんじゃないよ。フェミニストな考えのあなたは、2億年後女性専用族。待って、これ葵のさ、おめでとう倉庫みたいじゃん。女性専用族の生態。2億年の間に女性専用車両と体が癒着。生態収縮機能はなく、細胞分裂を繰り返し車両を増やす。オスが侵入すると、男の人っていつもそうと言って集団で圧政する。圧災する。てか、なんでみんな服着てないの？一つ悩んだから、もう一回やってみろね。面白そうだからね、このゲーム。よいしょ。女。バレンタインの質問は変わらないし、ここも変わらないし、明日の予定も変わらないし、予備の歯2杯持ってるし、ここ、ご飯が美味しい国と近場の温泉。今度は近場の温泉にしてみます。はい、じゃんじゃじゃーん。じゃんじゃじゃーん。自称さまさま族。2億年の間にタイトすぎたジーンズが、タイトなジーンズにねじ込まずに皮下組織まで侵食、ほとんどジーンズになった。私、そういうの気にしない人だから、と聞いてもいないのに言ってくる。いるかもしれないね。何持ってんだろう。ジーンズになったということは、ジーンズの下から生えているこの足は誰の